アレクサンベルリングはフィンランドのサッカー選手。オースティン FC 所属。ポジションは MF。ヘルシンキで生まれたが3歳の時にドイツのボンに家族で移住。その後はドイツやベルギーで育った。サッカー選手としてはフィンランドに家族で戻る2008年までバイエルレバー空前の下部組織で育った。2009年にクールビレイオンに加入し、2010年に HJK ヘルシンキに移籍し8月にプロ契約を果たす。しかし、残りのシーズンを HJK で過ごすことはなく、タンペレイユナイテッドにレンタル移籍して過ごした。翌2011シーズンは HJK に復帰し、スターティングメンバーに名を連ねるようになった。9月26日には2015年まで HJK との契約を延長した。その他方で、 ブンデスリーガに所属するボルシア・メンヒ・エングラートバッハが約100万ユーロで彼との契約を狙っているとの噂がもっぱらであった。2012年1月5日にはそのボルシア・メンヒ・エングラートバッハが彼を2012から13シーズン終了後の買取オプション付きで1年半のレンタル移籍がなされることが決定した。同年3月10日の SC フライブルク戦で初出場。 UEFA チャンピオンズリーグ2012から13予選のディナムキエフ戦で移籍後初得点。しかし、出場機会はあまり多くなく2013年2月には買い取りオプションを行使しないことが発表された。2013年6月にブンデスリーガの 1FC カイザースラウテルーンと契約。クラブは移籍金を明らかにしていないが、 報じられるところによるとカイザースラウテルンは HJK に50万ユーロを支払ったとされる。フランコフォーダ監督の元起用されていたが、9月に同監督が解任されると、ポジションを確保するのが難しくなったが、DFB ポカールのバイエル・レバー空前、FC バイエルン・ミュンヘン戦でスターティングイレブンに名を連ね、再びポジションを確保するようになった。 2014年8月の SV ザントハウゼン戦で初得点。ホルトゥナ・デュッセルドルフとのホームゲームで膝を負傷し、長期離脱を強いられたが、2014から15シーズンは24試合6得点と、彼にとって最高のシーズンとなった。翌シーズンは彼自身も小さな怪我に苦しみ、ヘッドコーチも変わったため、躍進とはならなかった。 2017年1月には財政的な事情から契約満了前に売却となった。2017年1月末日をもって、カイザースラウテルンは彼をニューヨークシティ FC に売却、3月5日のメジャーリーグサッカー、オーランドシティ SC 戦で初出場。2020年12月17日、オースティン FC に加入することが発表された。 年代別代表には U-17 から U-21 まで選出されていた。2011年3月に行われたフィンランドリーグカップやベイッカウスリーガでの活躍が A 代表監督に新たに就任したミクスパーテライネンの目に留まり同年5月に代表に招集された。6月7日に行われた UEFA ユーロ2012予選グループ E スウェーデン代表戦で 初出場を飾ったが、5から0で敗北という惨憺たる結果であった。10月11日には、フィンランドのスター選手であるロマンエレメンコが彼について、アレクは代表に招集された時に知ったくらいで、その時私は彼の試合を見たことすらなかった。ただ、彼が来た時、代表の常連になる人材であることは明白であった。彼は恐れを知らずにプレーするんだ。と述べ、 代表の中心選手になると語った。そのエレメンコの予言通り、リングはユーロ予選中に代表のレギュラーをつかみ取った。代表初得点は2013年3月26日に行われたルクセンブルク代表戦で、この試合は0から3で勝利した。代表2得点目となったのは2017年9月 2018FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選グループ I のアイスランド代表戦で彼はこの試合で直接フリーキックを決めた。彼はドイツで幼年の長い間を過ごしたがドイツ国籍を持っていない。モーリーの2011年3月号で彼はこのことについて言及しドイツ国籍を取得する気もないね。フィンランド代表であることは明白なのだから。と述べている。既婚で娘が二人いる。 代表での特典一覧、ありがとうございます。